中方明本、至るち3年8月14日は中国の現代の禅僧。送り名は里市覚禅師。属性は孫。号は中峰、または厳重同人。甲州戦闘圏の出身。南岳江上下の第22世にあたる。9歳で母と死別し、幼くしてふ津に寄進し、15歳で出家を志した。若くして、ホ家行、業、演楽業。 混合業などの経典を読書し、念指供養を実践するなど、工学と修行に努めた。資源23年、天目山志氏はの広報原名に指示してソリドし、資源25年に具足会を受け、翌年には氏の心印を伝授された。原隊の没した1295年に、氏は明本に十字の大覚寺を継がせようとしたが、明本は、ガとして受けず、 第一座の僧に継がせて、自身は山を降りた。その後、各地を夕方暗夜して、修行と教家に努めた。定住どころを持たず、厳重案と名付けたよう各地に作って、そこに家具した。また、時に天目山にも帰参したりした。霊院寺や、計算から招かれても応じず、遠遊五年には、人相によって宮中に召されたが、応じなかった。それでも、 禁断の袈裟を貸しされ、仏寺園照らし、光栄禅師の号、さらに獅子政宗寺の陰号を賜った。また、栄荘からも尊数され、剣、鷹の中にも明本に支持したものが少なくない。長毛夫とも交流した。明本は呪と仏との調和融合を主張し、また一方で強然一致や全清一体をも主張している。実際、明本は。 浄土信仰者であり、関連阿弥陀仏芸や、懐浄土歌百編を著述している。いたりち三年八月十四日に、六十一歳で、没した。文僧は、里仕格前氏と、送りなし、党法雲とこうした。千三百三十四年には、順帝が、天目中峰和尚高六三十貫をいる暮らさせ、広島国氏と、顔繰りなした。ありがとうございます。